巨人の匂いはしない。おい、おい。行くとしよう。エルヴィン、どうしてリヴァイに補給させたの？時間がないのに。メガタは食われた。だが、君は中身が食われるのを見たか？俺は見てない。まさか。ああ。以前君が言っていた推論通り、巨人化を解いた後もある程度動けるタイプだとすれば。そして、あらかじめ立体起動装置をつけていたとしたら、女型の中にいたやつは今我々と同じ制服を着て我々兵士の中に紛れ込んでいる。でもそれはエレンが巨人から出た時の状況を考えるとできそうもないって結論付けたはずでは。装備は破損して戦闘服さえなくなってたし、何よりエレン本人が自力で立つことができないほど憔悴していた。女型の巨人は叫び声で巨人を引き寄せる能力を持っていた。我々はそれを予想できず作戦は失敗した。巨人の力に連動があるとしたら、その力において初心者のエレンを基準に考えるのは間違いだった。あの敵を出し抜くためには発想を飛躍させる必要がある。敵が力を残す術を持っているなら、再び巨人を出現させることもできるかもしれない。リヴァイ兵長？いや、違う。誰だ？巨人を仕留める。お前たちはこのまま全速力で本部に向かえ。俺も戦います。ダメだ、これが最善策だ。
お前の力はリスクが大きすぎる。なんだてめえ、俺たちの腕を疑ってんのか。そうなのエレン、私たちのことがそんなに信じられないの。我が藩の勝利を信じてます。ご分を。進もう、振り返らずに。リヴァイ班のみんなが必ず女型を仕留めてくれるはずだ。すまん、団長の指示で救援に来たんだが、巨人どもに邪魔されちまってな。結果は誰にも分からなかった。兵長はそう言ってたな。悔いが残らない方を選べ。兵長、俺の選択は。
なを信じて進もう。きっとそれが正解なんだ。ラクロス、ここで惨めに死ね。クソ女型に報いよ。あの女型が一方的にとどめだ。エルド、なんてよ。ペトラ、早く体勢を直せ。俺が選択を間違えたからみんな死んだ。こいつを殺す。信じたいと思ったから、みんな、俺が最初から自分を信じて戦っていれば、最初からこいつをぶっ殺しておけば、あの時巨人になっていれば、いや、もっと前に戦っていれば、リヴァイ兵長もいたんだ。絶対に勝てた。捕獲だってできたかもしれない。俺が選んだ、俺がした選択でみんな死んだ。俺のせいでみんなが。だけどやっぱりお前が悪い。
おい、エレンはどこだ？エレンは生きてる。その女殺して体中かっさばいて、その汚いところから出してあげるから。落ち着け。エレンを救い出すことに専念しろ。味方、よろしくな。任せ。未来兵長、お願いします。了解だ。そもそもあなたがちゃんとエレンを守っていれば、こんなことにはならなかった。そうだ。お前はあの時のエレンの馴染みか。俺が奴を削る。お前は注意を引け。このまま長引かせるわけにはいかねえ。奴に逃げられるぞ。Yes!
出方を逃がすな。頼んだぞ。やつも疲弊してきたようだな。もう少し。エレン、待っていて。今助けるから。多分無事だ。生きてる。もう奴には関わるな。撤退する。作戦の本質を見失うな。自分の欲求を満たすことの方が大事なのか。お前の大切な友人だろう。調査兵団は戦果もなくカラネスクへと帰還した。重要な戦力であるリヴァイ兵士長の負傷、歴戦の精鋭たちの死、多くの犠牲を払って第57回壁外調査は終了した。壁外遠征にかかった費用と損害による痛手は調査兵団の支持母体を失墜させるに十分であった。エルヴィンを含む責任者が王都に召集されると同時にエレンの引き渡しが決まった。彼が壁外で目にした光景、それは彼の心に壁外調査の過酷さと世界の残酷さを深く刻んだ。だがそれでも彼は生き残った。その奮闘を見込んだエルヴィンによって彼はとある作戦への参加を命じられる。